知ることでゲームはもっと楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。ホールアート世界の解説動画を作っております。よろしくお願いいたします。さて今回はおそらく当解説で最も短い動画となります。プロテクトロンの元ネタについてです。徹底解説の本編に含めてもよかったのですが、こちらは単発でお送りすることとしました。たまにはこういったサクッと見れる動画もいいのかもしれませんね。というわけで、あまり喋ると前置きで動画が終わってしまいますので、早速本編に参りましょう。それでは始めていきます。プロテクトロンの元ネタ。今回の解説はプロテクトロンのモデルとなった存在、元ネタについての解説です。プロテクトロンの元ネタとされるのは、アメリカで1956年に公開された SF 映画禁断の惑星に登場したロボット、ロビーザロボットです。これについてはフォールアウトの開発側でも、できる限りロビーザロボットに近づけようという意見が出ていたようで、元ネタとしての信憑性は非常に高いですね。ベセスダは1950年代のロボットキャラクターのイメージを何よりも捉えたロボットとしてプロテクトロンをデザインしました。確かにめちゃくちゃ似ています。パクリですね。ロビーザロボットは作中の惑星に住む博士が開発したロボットであり、人工知能を搭載しユーモアまで持つ助手でした。作中においても非常に重要な立ち位置を持ち、作品自体の象徴ともいえる重要な存在だったようです。日本ではロビーやロビタの名前で親しまれています。プロテクトロンとの類似点で言えば、デザインはもちろん人間との会話ができること、各部のユニットをカスタマイズできることなどがありますが、ロビーにはかなりハイテクな技術が使われており、例えば胸部の物質複製装置はどんな物質でも複製することが可能です。作中でもお酒を山のように複製していました。他にも地球言語、方言も含めて全て話すことが可能と、プロテクトロンには到底不可能な機能をいくつも持っていました。禁断の惑星の公開後、ロビーはそのユニークなキャラクター性と愛らしいデザインで爆発的な人気を呼び、ロビーはその後も多くの作品にゲスト出演することとなります。その登場作品はかなりの数が知られており、有名どころだけで言ってもアダムスファミリー、トワイライトゾーン、鍵なき男、刑事コロンボなど、一つは聞いたことがある名前が並びます。この時の設定はもちろん禁断の惑星とは全く異なり、簡単に言えばロビーザロボットというキャラクターだけがコラボしていたような感じですね。高橋がトランスフォーマーに出ているような感じです。そうしてその活躍とデザインからわかるように、ロビーはその後のロボットデザインの原点になりました。そしてその原点ともいえるロボットをフォールアート世界に落とし込んだのがプロテクトロンだったわけです。これがプロテクトロンを見ていかにもロボットだと感じる理由かもしれません。というわけで、プロテクトロンの元ネタについては以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。